皆さんこんにちは。米友が世間を見るへようこそ。今日はアメリカ東部時間の2022年12月7日水曜日です。北京時間の12月6日、北京人民大会堂で中共の元指導者である江沢民の追悼式が執り行われました。江沢民の葬儀は想像以上の豪華さで行われ、特に習近平が丁重な態度を示したのです。空港で習近平は江沢民の遺体に自ら頭を下げ、葬儀場では江沢民の子供や孫を抱きしめて慰労し、最後の弔辞では50分にもわたって、江沢民を高く評価し、人々に意外さを感じさせました。理由は明白で、習近平と江沢民との長年にわたる闘争関係は誰もが知っていることです。今、習近平が大げさに江沢民の葬儀を行うのは建前であり、硬派に非難される口実を与えないためだと考えられます。なぜなら、江沢民追悼を口実として、再び抗議デモをやりたい人が大勢いるからです。揚州の江沢民旧宅の玄関に山のように積まれた花のうち、どれだけが本音で、どれだけが習近平政権への不満を意味する喧嘩なのでしょうか。習近平が江沢民を大々的に追悼したのは、抗議の口実を与えないためだったのでしょう。そして、いつか自分にもこのような日がやってきたとき、自分がどう扱われるのかを、江沢民の扱い方を見て考えているかもしれません。総合的に見れば、習近平は共産党の恐怖政治を堅持する決意は明らかです。内紛があっても外見は団結のイメージを絶対に崩してはいけないのです。昨日のトップニュースは貿易に関する10条が更新されたことです。中共国務院は新型コロナウイルスを乙類感染症に格下げすること、濃厚感染を判定しないこと、予防と管理の中心を重症化予防に移すこと、陽性診断されたら強制的に臨時医療施設まで送られることはなく、自宅隔離が可能になること、PCR 検査をやめること、ワクチン接種率、特に高齢者へのワクチン接種の強化、アクセスや交通手段の完全再開、臨時医療施設を空き家にすること、生産を再開するなどの10条を新たに発表しています。これまでの20条と比較すると、今回の10条は完全に封鎖を解除するつもりです。これは基本的に欧米のやり方に準じたと言えますが、ここにたどり着くまで日々刻々と目まぐるしい変化があり、短期間で多くの出来事が発生しました。今日は具体的にお話ししましょう。まず、今回の封鎖解除は白紙運動が勝利した結果だと思われています。しかし実際、封鎖解除を勝ち取ったのは習近平自身がゼロコロナ政策を終了させる正当な理由を見出したからだと、分析する人もいます。そうでなければ、洗脳された中国人の考え方によれば、政府が伝染病の予防と検疫をきちんと行わなければ、人々の生命を危険にさらすことになり、それは無責任でしょう。フォックスコンの従業員による抗議の原因は、貿易や隔離条件が悪いからであって、封鎖解除の要望ではありません。そうなると、習近平がゼロコロナを終わらせても意味がないのです。大勢が騒いで封鎖解除を要求した今の状況こそが、まさに習近平の意向に沿うものです。だからこのタイミングで封鎖が解除されたのです。あくまでもこれは一つの視点からの分析であり、皆さんにはそれぞれご自分の判断があるでしょう。白紙運動が終わり、中共当局から発信される様々な報道は、すべて封鎖解除という一つの目標を指しています。まず、中国の有名な経済学者である、李東海氏はアメリカメディアのインタビューで、ゼロコロナ政策は世界が中国の産業サプライチェーンに対する信頼を著しく損なったとまで言い切ったのです。この李東海氏はかつて中国の貿易対策で国民の平均寿命が10年延びたと大いに褒め、中国に媚びを売った過去があります。李東海氏の発言直後、中国の多くの経済学者や評論家が来年の中国の GDP 成長率の目標を 5% 以上設定すべきという共同提案に署名し発表しました。つまり今後中国は経済の回復と発展が最大の目標であるということです。なぜこれらの経済学者たちは突然ゼロコロナの話をしなくなったのでしょうか。かつてはゼロコロナを主張せず、称えないことは罪となり、当然デメリットを口にする人はいませんでした。なぜ今みんなそんなに大胆になったのでしょうか。現在ゼロコロナは基本的に中共の指揮下ですので、あえて正義の名のもとに発言する専門家は少数です。つまり、あえて公の場でそのような発言をするということは、トップが認めている、あるいはトップからの宿題であるとしか思えないのです。専門家がニュースを流し、その後の政策転換のために道を開いているのです。ネット上では中国の新しい貿易10条のことが飛び交っています。ボイスオブアメリカなどの海外メディアも、新しい貿易10条は陝西省から来たと言われていると報じました。しかし、12月5日夜、陝西省衛生健康委員会の公式サイトが、貿易に関する新しい10条は単なる噂であると、噂を払拭するための説明を発表しました。この事実は、中央ラジオネットやフェニックスネットなどの中共メディアが、噂を払拭するために掲載した記事でも確認されています。中共メディアで払拭される噂は、ほとんどが真実なのです。ではなぜ陝西省が噂を払拭するために出てきたのでしょうか。おそらく陝西省は、上層部の承認なしに勝手に発表したと考えられます。昨日、噂は払拭されたかと思いきや、翌日には現実となることが多くあります。前日までもうすぐ都市が封鎖されるという噂を流した内部告発者を逮捕しようとするのですが、翌日には実際封鎖されるということが過去には何度もありました。今回も噂を払拭したのは5日で、7日に封鎖が解除されたのです。もちろん中共の党メディアは、中央政府が発表した情報が本当であり、地方政府がもし中央政府の許可なしで発表したものは噂だと説明することができます。この封鎖解除の噂は中国の人々の間に大きな反響をもたらしました。私たちは少なくとも中国の人々が家に食料と水がないまま放置されることはもうないだろうと一安心しました。でも驚いたのは各地で人々が解熱剤や抗ウイルス剤を求めて奔走し、製薬会社の株価までが上昇する事態となったのです。この写真を見てください。ある町内の衛生サービスセンターです。そこに貼られたスローガンは、必要な時以外は PCR 検査をするな。PCR 検査をするな。PCR 検査はしてはいけない。PCR 検査をすると根血になる。根血になって陽性になったら大変なことになる。というものです。一見、白紙革命のスローガンかと思いました。皮肉に聞こえませんか？昔は PCR 検査をやるために白い保護服を着るスタッフが自宅まで来て、人々が強制的に検査されていたのです。今は PCR 検査をやるなというスローガンを掲げています。これは朝令暮改で不意打ちをかけられたことなのです。封鎖を解除すればいいだけなのに、なぜこんなに大げさにしなければならないのでしょうか。おそらく2つの懸念が考えられます。1つはこれまでのプロパガンダが強引すぎて国民が徹底的に洗脳されてきたので、その洗脳された考えから戻すのは難しいからです。中国の人々はみんな新型コロナウイルスの後遺症が恐ろしいと記憶し、アメリカでは数百万人が死亡し、政府は貿易政策をしなければ国民に対して無責任であると思っています。そう考えている人は多く、その人たちがゼロコロナの継続を訴えて革命を起こす可能性もあり得ます。このため、中共メディアが必死にプロパガンダをせざるを得なくなったというのが現状です。専門家によれば、新型コロナウイルスの後遺症があるというのも根拠がありません。これは快速洗脳と呼ばれるもので、過去にコロナの怖さを過剰に洗脳したので、今それを正さないといけないのです。また、中共当局も封鎖解除後、医療資源の枯渇を懸念しているのでしょう。そうなると、重症患者に対応できなくなり、他の社会不安を引き起こすことにもなります。要するに、封鎖も封鎖解除も、すべては社会安定のためで、中共政権の安定維持が彼らの最優先事項なのです。中共は国民の命を考えてくれると思わないでください。そう思う人がいるなら、その人は若すぎて、単純すぎるというしかありません。昨日、95年以降に生まれた上海の友人からメールが届きました。彼は11月27日の朝、自転車で上海のウルムチ通りのアンフールー付近を通過したとき、写真や動画を撮っただけで騒動挑発と公共秩序を乱したとして警察に逮捕され、携帯も没収され、24時間近く拘留されたそうです。彼は28日未明に釈放されてから、毎日携帯電話を返してほしいと電話をかけ続けて、12月6日にやっと携帯電話を取り戻しました。警察に電話をかけていた8日間で、警察が携帯電話のパスワードを何度も彼に聞きましたが、彼は自分が容疑者ではないと言い張り、協力しませんでした。彼はまた電話していたとき、法律を駆使して巧みに警察に反撃しました。例えば、警察からパスワードを聞かれたとき、私は容疑者ですかと聞き返したそうです。警察官が、ノーと言うと、じゃあなんでパスワードを聞かれるのか、なぜ携帯を押収されるのかと、こんな感じでちょっとずつ警察と渡り合いました。また彼は抗議活動中に警察に連行された人たちに次のことを伝えてほしいと言いました。慌てず、怖がらずに、できるだけ警官の番号や特徴をメモして、後日責任追及をする準備をしてください。また、情報登録や血液検査や指紋、声紋の採取、調書への署名、指紋押捺は違法な取り調べであり、あなたは容疑者ではないので、協力を拒否してください。基本的に白紙運動の首謀者でなければ、通りすがりや参加者などは、中共の今回の重点摘発の対象ではありません。おそらく当局が何かのきっかけを利用して、危機から逃れようとしたため、今回の運動には特に力を入れて弾圧しませんでした。そうでなければ、なぜ習近平は白紙運動に関する EU 当局者からの質問に、あれほど積極的に答えたのでしょうか。中国全土で抗議デモが発生したとき、インターネットが情報や映像の発信を完全に遮断しなかったのは、かなり珍しい現象です。中国外交部の毛寧報道官は、12月6日の定例記者会見で、ドイツのシュルツ首相の中国発言に関する質問に対し、中国の発展は世界から切り離すことはできず、世界の繁栄には中国が必要だ。中国は今後も高いレベルの対外開放を実施し、他国と発展の機会を共有していくと述べました。この言葉は実は過去にも言われていて、習近平もバイデン氏と会談した際に同じような意思を述べていました。実際以前にも分析したように、習近平政権は3期目を確保した後も間違いなくアメリカとの友好関係を続けたいと考えているはずです。もちろんこのような友好は、真の両国の友好ではなく、アメリカが中国から離れないように、米中間は利益共同体の関係だと暗に示しているのです。バイデン政権の中共に対する姿勢は、米中関係は対立ではなく、競争と協力の関係であると主張し、習近平政権を安定させるように見えますが、その一方、バイデン政権は2030年までに中共への依存を完全に断ち切り、すべての事業や投資を中国から他の国や地域へ移すことを計画しているのです。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、鄭州のフォックスコンの従業員による抗議活動がアップル本社による一部の生産を中国から移すという決定に拍車をかけています。サプライヤーはベトナムやインドに一部の組み立てラインを移動させることを要求しています。鄭州フォックスコンには30万人の従業員がおり、アップルの iPhone Pro シリーズの85% 近くが鄭州フォックスコンで製造されています。アップルの中国依存は非常に深刻で、これは実はアメリカが中共との競争力を著しく低下させるものだと言われています。なぜかグローバリズムの動きが2030年に計画されていますが、この依存体質からの脱却は口で言うだけでできるものではありません。習近平が全世界は中国抜きではやっていけない。強気なのもこのためです。今回の白紙運動では、誰かがアップル社の携帯電話のエアドロップ機能を使ってインターネットを介さずに、携帯電話間で直接ファイルを送り、抗議のスローガンを転送していました。欧米の民主主義国家であるアップルが、このような運動をもっと支援すべきです。しかし中国に過度に依存した結果、アップルは最終的に AirDrop 機能の一部を制限することになりました。中国での AirDrop 機能は、見知らぬ人からファイルを受信する時間が10分に制限されており、それを過ぎると自動的に機能が停止します。つまり、ファイルを共有される前に、意図的に AirDrop をオンにする必要があり、ユーザーが見知らぬ人からファイルを受け取る可能性は低くなります。Apple のこのやり方は、中共を助ける働きをしていると言えます。そしてこの2日間で、2人の中国人留学生が、Apple 本社の外でハンガーストライキを行い、自分たちの要求を訴えました。ハンガーストライキの理由は、Apple は中国とアメリカでは全く違う基準でやっていると言います。彼は、Apple はアメリカでは社会的責任を果たしているが、中国では労働者の権利を抑圧し、中国政府と協力して言論検閲を行い、白紙革命のデモ参加者を抑圧している。偽善的な会社だと感じていると言いました。また、彼らは4つの要求をしています。中国のフォックスコンにおける労働者の搾取をやめること、中国で販売されているアップル製携帯電話のAirDrop機能の完全復活、中国のアプリショップにおけるアプリの検閲の停止、中共によるウイグル人の大量監禁の即時停止ということです。この4つの要求は間違っていませんが、アップル社が鄭州市で30万人の雇用を創出しているので、中国の人たちは実はアップルに感謝しているのではないでしょうか。中国人は確かに中共に安い労働力として長期にわたって搾取されてきて、労働コストは国際社会と比較して、ある意味の抑圧と搾取と言わざるを得ません。しかしまさに欧米の大企業が投資を呼び込むのは人件費の安さのおかげです。中共は安い中国ニラを餌に利益を追い求める欧米資本を呼び寄せたものの退場させるのは簡単ではありません。FOX ニュースの記者も最近、Apple 社の幹部を追いかけて、Apple の携帯電話が中共の構想者の抑圧に役立ったことについて質問しましたが、まともな回答は得られませんでした。習近平政権は国際的にも国内的にも封鎖解除と解放のシグナルを出していますが、現実にはこの3年間の流行で展開された盗作した利益連鎖により、各地方政府は PCR 検査プラス放送の利益連鎖に強く依存することになりました。特に習近平の政策によって国民経済は後退し、すでに多額の負債を抱えている地方政府は赤字であり、各地で公務員まで減給されるようになりました。そんな中、お金のない地方自治体はお金を稼ぐ方法を考えようとします。昔は土地の売買に頼っていましたが、今は土地もうまくいかなくなりました。幸いなことに新型コロナウイルスの感染拡大を受け、腐敗した地方公務員は放送を立てることと PCR 検査をすることで、再びお金を稼ぐことができるようになりました。中央政府による封鎖解除の一言で民衆たちは放送に行かない、PCR 検査を行わないとなります。現地の役人がせっかく作った稼ぎプラットフォームは台無しになるので、習近平を死ぬほど恨むでしょう。ですから中国の各地での貿易政策は大きく異なることがわかります。多くの地域では封鎖解除が宣言されていますが、一部の地域では封鎖がより厳しくなっています。放送の目的は人を収容することであり、満員になった時に初めて中央の資金を受け取ることができるのです。もしそれが本当なら、人を引っ張ってきて放送の空きを埋めるのは地方政府の思うツボであり、習近平がその封鎖を解除するのは非常に困難です。表面上は封鎖が解除されると言いますが、実際にはまだいろいろな形で、人が引っ張られて放送に入れられます。原因は州の政策が前後矛盾していたからです。封鎖解除なのになぜ放送をたくさん立てたのでしょうか。放送を立てる目的は疫病を防ぐためではなくお金を集めるためです。封鎖解除は地方政府の富を切り捨てることなのに、地方政府は中央政府の言うことを聞きますか。実は中共中央政府の力はすでに有名無実化しており、各地方政府はすでに中央の統一配置に耳を傾けず、地方はバラバラになっています。現在中国の混乱状況は、この方向に向かっていることを示しています。これが習近平政権があえて封鎖解除を発表しない第3の理由なのかもしれません。国民が反対していないのに、地方政府が勝手に反対することを恐れているのです。では、今日はここまでにします。米友が世間を見る。また次回お会いしましょう。望着窒息而绝望的墙，我们与外面的世界为什么不一样？想到远方，颤抖着走在觉醒路上，多少枯萎的灵魂点燃着新希望。也许你还在想，也许你还在彷徨，黎明前的黑暗一定有一道光，乌鲁木齐中路上，这条路并不长，多少美丽的少年理想在乘风破浪，乌鲁木齐中路上鲜花和烛光，它们与天上的星光汇成了海洋，向着自由的方向。这条路也许崎岖漫长，但这古老的民族有对善良的守望。也许你还在想，也许你还在彷徨，黎明前的黑暗一定有一道光，乌鲁木齐中路上，这条路少年理想在乘风破浪，乌鲁木齐中路上有鲜花和烛光，它们与天上的星光汇成了海洋，向着自由的方向。这条路上布满金针狂风呼啸，有魔鬼的阻挡，肩并肩不言放弃心中的希望。